津山市長の谷口敬三です。本市では直近1週間のコロナウイルス新規陽性者の人数が感染状況ステージ4相当となったことから、8月20日から9月12日までの間、公共施設の休館や市主催のイベントを中止延期するなど、対策をより強化することといたしました。住民の皆様には日中を含め不要不急の外出は自粛いただき、感染拡大地域との往来は避け、その他の地域との往来についても慎重に検討してください。事業者の皆様にはテレワークやオンラインによる会議、時差出勤など人との接触を減らす取り組みをお願いいたします。またワクチンには感染症の発症や重症化を防ぐ高い有効性が認められておりますので、できるだけ接種いただくようお願いいたします。そしてワクチン接種後であってもマスク着用を心がけてください。繰り返しになりますが、基本的な感染予防対策を徹底するとともに、人との接触を減らす行動をお願いいたします。